はい、こんにちは。ヤフーの記事からなんですけども、今回ね、スマホ一つで毎月60万円という2万円の情報商材があったらしいんですけども、こちらの方が消費者庁にいろいろとクレームがあって記事になってるので、ちょっとお話していこうかと思います。誰でも1日数万円を稼ぐことができるなどと勧誘してマニュアルを買わせるのは、消費者安全法の消費者の利益を不当に害する恐れがある行為に当たるとして、消費者庁は13日、情報商材会社サポートと個人5人の6事業者の名前を公表し注意喚起したということなんですけども、これはね、ざくっと見ると、またインチキな情報商材に引っかかったのみたいな話で終わるかと思いますけども、ちょっと深く考えてみていただきたいんですが、こういうふうにね、スマホ一つで稼げるよって言った、その言葉にしか反応しない情報を受け取った人のことはどうなのかなって思うんですよ。プラスね、もうちょっと深く掘っていくと、スマホ一つで本当に毎月60万稼げないのかなっていうふうに考えていくと、いや、稼ぎはするんですよ。確かにね。で、その方法が2万円で売ってるんだったら、別にこれお買い得とも言えるんですよ。ただしね、何にもしないで自動的に入ってくるっていうお話を考えてるんだとしたら、それは違うってことなんですよ。まあ代表的なのがね、FX みたいな取引で、スマホ一つで毎月60万は実際稼げるわけですよ。その方法とかノウハウが、例えば PDF ファイル1000ページにわたって詳細に書いてあって、それが2万円だったら、むちゃくちゃ安いってことになりませんか？ただし、その情報が扱えるかどうかっていうのは、一人一人の力量に完全に依存するんで、やっぱ自分の力を上げていかないといけないってことにはなると思うんですよ。でも単純にですね、マニュアルが2万円で売ってたから、これは詐欺なんだっていうのは、もう完全にね、これね、買う人の私はちょっと心理状態を疑うなとは思うんですよ。結局はね、塾に入ったからみんな東大入りますよって言って、本当にそう思ってる人っていないでしょ。やっぱり自分でテキスト買って、自分で授業に出てね、自分で勉強して復習して、で、試験を受けて通ったら入れるよってことじゃないですか。だから確率を高めることには間違いないんですけども、じゃあ 100% 絶対稼げるかって言ったら、それは情報が正確でもね、やっていく人とか取り組む人の力量によるわけですよ。まあ、逆にですね、今スマホで毎月60万って別に珍しくないですからね、本当に。やることやってりゃ60万ってのは別に稼げるわけですよ。例えば60万円の商品を作ってスマホで集客して、で、スマホで販売したら、ほら、1個売れれば60万じゃないですか。で、こういう単純な公式が見えるわけですよ。でも必ずこう言うんですよ。いや、なかなかそんな売れないですよ。そうなんですよ。なかなか売れないんですよ。なかなか売れないからどうやったら、そのなかなかが結構売れるようになっていくかっていうのが個人の知恵ってことなんですよね。だからその辺全然考えずに、じゃあこれは詐欺なのかとかね、インチキなのかって論ずるところが、まあなんか昭和世代向けだなと思うわけなんですよ。いや、今全然不可能じゃないですからね。実際じゃあ、スマホで稼いでいる人がいないんですかって話ですよ。稼いでる立場からすると、いや、スマホで稼げるでしょうと思うわけですよ。でも最初から稼げたわけではないですよ。で、そこでね、きちんと稼げるための、ちょっとルートをね、改めて確認したいんですけども、例えばね、どっかね、東大でもいいや、大学に入るために、ステップがもし3つぐらいあるとしたら、テキストを買います。テキストをしっかりとやります。試験を受けます。この3つの繰り返しで、いつか試験に通りますよねって話じゃないですか。じゃあ、お金を稼ごうと思ったら、まずは稼ぐ方法を知る。それを実践して繰り返し繰り返し工夫する。そしたらどっかで稼げるようになる。さらにそれだけだと思うんですよ。で、それをね、なんか一発やって稼げないからとか、二回やって稼げないからとか、本人の力量を無視してね、誰でも簡単に稼げますよみたいなイメージのまんま、最後までその商材を言ってみればバカにしてるから稼げないと思うんですよ。で、もう一個ちょっと深い話しますけども、こういった情報に興味を持って、あ、なるほど、実際には簡単じゃないんだなと、本当に真面目に一生懸命やんないといけないんだなっていうふうに考えるから、本当にスマホ一つで毎月60万円っていうルートがやっと見えてくるんですよ。で、結果稼げたら2万円は安かったねって話になるんで、誰も消費者庁に、そんなね、垂れ込みに行かないってことになると思うんですよ。まあ、要するに、乱暴な言い方するとね、すぐに消費者庁だとかね、詐欺られたっていうのは、もう負け惜しみなんですよね。まあ、そうじゃないんですよ。じゃあどうやったら稼いでいけるかなと。世の中にスマホ一つで毎月60万稼いでる人は一人もいないのかって考えたら、やっぱいるわけじゃないですか。あとは、そのための方法がちゃんと書いてあるかどうかっていうのは、見ていかないといけないですけどね。全部が全部、インチキ商材じゃないって言ってるわけではないんですけども、本当に自分がその高いレベルの儲け方を扱えてるのかどうかってことも変えてみる必要があるんじゃないかなと思いました。今回は以上です。